こんにちは。こんにちは。チラピノです。はい、今回ですね。はい。何やらですね、チラピノ家に配達が届いたみたいなんで見に行きますか。はい。ね。で、何が届いたんだろう。いや、わかんないけどね。さっきピンポンって言ってたから。楽しみだね。ね。あ、荷物届いた、これ。これ？真っ白い人形だな、これ。真っ白いね。あ、動いた！じゃあちょっと荷物取りに行きますか。あ、扉だね。すごい、チロ、乱暴な開け方だね、今。ねえ、キックしたよ。あ、荷物を持って寝室に置いてください。その後ハサミを見つけて荷物を開けてください。だって。あ、なるほどね。了解。あ、これか、荷物。あ、これだ。あ、届いたんだ。持って。あ、これ持つことができるんだ。あ、すごい。うわ、これよ。あ、こっちに持っていくみたい。あ、なるほどね。ベッドルームに持っていくみたいだよ。あ、そうだね、ベッドルームに荷物を置いて。オッケー。お、ここに置くんだ。お、ピノさん何持って、何、見えないものを持ってたよ、今。よし。で、皆さん、ハサミを持って、あ、これがハサミ。あ、ハサミだ。ああ、危ない。持ち方、ピロルよ、これ。おお、怖い、怖い。じゃあ、ちょっとね、段ボール開けたいと思います。はい。よし、開けようかな。よし、開けよう。せーの。はい。何が入ってんだ。ああ、何？おもちゃ？動いてる。ああ、何？何だったんこれ。え、あの段ボールの中身が。何あれ、おじさん？いや、あれおばさんだね、あれ。なんだあれ。めっちゃ光ってる。すごい、もう神々しい神様みたいな。なんだったんだ。あ、なるほど、皆さん見て、クリックして石の壁を壊すって書いてるね。オッケー。お、殴ってる殴ってる。すごいすごい。おら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 。あ、開いた開いた。あ、なるほどね、こうやって開けていくんだ。オッケーオッケー。おら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 。すごい力だな、これ、チロピノ。おりゃ、う、よし、すごい。よっしゃ、さっきのおもちゃにピノさん連れてこられたんだ、ここに。そういうことだね。一体どこなんだこれは。お人形だったのかな。なんなんだろうね。赤い石の上のボタンを押すだって。あ、ピノさん、こっちにボタンあるよ、来て。ボタンを押すんだって、ピノさん。おお、捕まったってことか、俺たちは。脱出するんだ。そういうことだね。よし。おじさんなのか、果たして赤ちゃんなの。あ、大丈夫。おい、倒れてる。どうした。何これ、そんなに危ないの、このボタン。押します。はい。さあ、ボタンを押したら、なんだ。おお、白いやつがいるな。床ができましたね。なるほどね。一刻、あ、待って。左行け、左。左。さっき俺たちを襲った。うわ、 あいつの顔が石になってる。ねえ、顔怖いんだけど。ポータルを開くには3個の緑のオーブを斜面の下に投げつける。あ、これが、ここかな、3つ斜面。ほん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 。あ、なるほどね。あ、これか。これを、これ持って。あ、あ、なるほど、玉転がしだ。うお、おー、あ、なるほど、あと2つだ。いや、何をさせられているんでしょうか、これは。青りんご飴。よし、せーの、はい。あ、3つ目。あ、何。お、3つ落としたら、あ、なんだ。お、石像の前。あー、なるほどね、あそこにワープゲートができるんだね、ピノさん。なるほど。よいしょ。やだな、あいつの中に行くみたいだな、なんか。食べられに行くの、これ。そうだよ、食べられるんだよ、ピノ。え、前は2本しかないけど、あれ、上の方。前ね、2本だけだけど、バランスおかしいけどね、行くか。はい。やけに人間みたいな顔してるな。え、なにここ。なんだこれ、研究施設みたいなとこやってきましたね。はい。ボタンを見つけて押すと換気扇が開く。換気扇、あー、あそこだ、鍵かかってる。ボタンあるね。なるほど、あそこまでたどり着いたらいいんだね。まあ、見とけよ。おれ、こっちか。くぅー、この上だね。あ、なるほどね、これ上から行くんだ、難しいな。よし、上から行きましょう。おお、ギリギリ。水に触れちゃったら死ぬんだね、ピノさん。多分電気が通ってるね。あ、なるほどね。ボタンのところまで来ました。じゃあボタンを押したいと思います。はーい。さあ、押しました。爆発した。あ、ほんとだ。よし。よし。よし。通気口だね、ここは。うわ。さあ、通気口を進むと、これ何かあんのかな、これ。まだ？え、出て、急に出てきたりしないよね。あ、また殴ってる。押すんだ、押すんだ。おら。え、ケア。オッケー、なんか出てきた。どこ？なにこれ？うわ、いる。太陽になってる。太陽になってる。なんだ？あ、こっちだ。
こっちだね。よし、決定。うらうらうら、すごい、これもうすごいな。うわ、下だ。うわうわ、なに、ここなに、これ、なんかボタンがあるよ。え、怖い。押してみる。押すよ、せーの。え、こ、え、なに、いや、これ、これ、これ怖いやつだ。あー、あ、いる、いる、赤ちゃんおじさん。赤じ、赤じ、なに、なに、なに、あー、くる、あー、あー、あー、声かけてきてる。やめしょ、近い、ちょっと離れてもらっていいですか。待って待って待って、あ、やだやだやだ、待ってよ、近いよ、怖いよ。ねえ、前歯、前歯ちょうだい、前歯ちょうだい。あ、ピノ、ごめんなさい、前歯ないです。重症、もっと重症なやついたわ。さあ、じゃあチロルね、捕まったんですけど、ちょっとこれさすが俺の兄貴かと思ってさ、これちょっと見ちゃったけど、これさすがにもう逃げるしかないわ。確かに水色の服着てるし、そうよ、一緒の色だね、そう、一緒の色だね、ツルツルの頭、そうなのよ、共通点いっぱいあるのよ、じゃないのよ。う、違うよ、そんな共通、目もクリクリ、もう違うのよ。くそ、やめましょう。なんだこれ、ダンボールのなんか資材置き場みたいなところだね。なんだなんだ、ちょ、お前早いな、結構、逃げろ逃げろ逃げろ、あ、ヒロさん助けて、さあ登ってくるんだ、危ない、あ、消えた。赤おじいちゃん人形がチロルのお兄ちゃんに見えた方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。違います。赤いバルブを見つけて消そうだって。その後ボタンを見つけて押して上に行こう。あ、あるよボタン。あ、こっち部屋なんだ。あー、なるほどね。あ、矢印書いてる、見て、上って書いてる。いや、上だ。あ、これは分かった、これ持つんだ、やっぱ持てるんだ、こうやって、持てるんだ、すごい。で、お、積み上げていくんだね、これ。あ、高さを、足場を作るって意味か。よし、オッケー、オッケー。あ、これでバルブを閉めて、さっきのピノさんこっちだ。あ、止まってるね、煙が。お、いけるようになりましたと。そしてボタンを押すんだ、せーの。お、あの橋ができたぞ。この板を通って、あ、扉だね、オッケーオッケーオッケー、せーの、キック。あ、またキックか。うお、なんだここは、なんか音する、カビ臭いな。ほれ、なんだ、え、部屋みたいなとこ来ましたね。ねえ、ドアをアンロックするにはレバーを2個見つけて引こう。最初のレバーを見つけるにはルーム1に行こう。あー、なるほど、レバーを2つ開けたらピノさん、ここの扉が開くんだ。なるほど、とりあえずルーム1に行こうって言ってるね、ここだね。うわぁ、うわぁ、何、怖いね、ちょっと、さすがにガチホラーね、やめてもらっていい、これ、何これ、しかも、あ、ちゃんと前歯2本、上の歯。もう部屋に馴染むのやめてもらっていい。さっきからさ、ちょくちょく部屋に馴染んで出てこないでもらっていい。みんなね、多分気持ち悪いと思うんで、俺隠しとくから、みんな、うん、オッケー、あ、これでね、あると前歯ないから、ほら、どう。やめてよ。よし、これであとは上に登っていくのかな。そうだね、ありました、ありましたね、ガチャ。さあ、一つ目のレバーを開けましたんで、次の部屋行きますか。行くぞ。なんだ、矢印が書いてるのは上か。上に行くぞ。うわー、うわー、え、どうやって。枕がトランポリンになってるね。枕、うわー、すごい。よし、これで2つ目のレバーを押しましたと。せーの、こっち。え、開いた、開きました。うわ、なんかここカビ臭いな。2回目え、怖い怖い怖い。何、全然普通だよ。あ、本当だね、普通か。え、オフィスにあるボックスの中に隠されている鍵を見つけよう。その後出口の看板でドアをアンロックしよう。やることいっぱい書いてるよね。もう一個、一個ずつ書いてほしいな。オフィス、なにこれ、オフィス。あ、あ、いた、いた。あ、なんか書いてたね、何かを探してって書いてたね、ピノさん。鍵、ダンボールをこれぶん殴ってるんだ、これ、ほら、鍵を見つけるらしいよ。あ、そういうことね。すごい乱暴だな、チロル。よし、どこだ。あった、あった、すごい煙すごいけどね、これ発見。ほら、あ、ありましたね、鍵。なるほど、これで、あの非常口から出るのか。わ、なになに、開いた。あ、開いた。うわ、なんか怖そう。なんかここはちょっと閉めて、カビ臭いな。いや、こ、え、なんか怖い。え、なに
どもやめましょうよ。どうかどうかやめましょうよ。これ扉開けるのどうするの。あーあるある扉あるよ。逃げろ逃げろ逃げろ、閉まってる。扉じゃないのかなこれ。これ待って難しいな。いけるこれ。あ、チロさん来てる。チロさんチロルさんじゃない違うのよ。怖い怖い。そこだけは絶対間違えちゃダメなところなの。うん、あ、扉が閉まって、これ閉まってるな多分。え、ぐるぐるしてるよピノ。え、これ同じとこ歩いてるもしかして。え、どこどこどこ。扉開けていくしかないよ。閉まってる、危ない。くぅ、扉どこだ。あった。え、あるの。セーフ。ユさん頑張れ。兄貴止まってくれ、俺だよ俺。忘れたの、やべ。どうだ、扉が正解なのか。左に行ってみよう。右だ、ここ閉まってた、こっちだ。ここを右行くか。右だ。いやー、なんかよくわかんないな。ちょ、早い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 、マジか、早い。ちょっと待って、怖い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 。どこどこ、キャー、あーった。あぶねー。あ、なに、超スピードで手に入るミステリアスなソーダを飲もう。ここから脱出しようだって。あ、スピードが速くなるんじゃないこれ。うお、あ、じゃあちょっと飲みたいと思います。はい、ごくごくごく。あー、あー、よし行くぞ。おーおー、なるほどね。おーおーおー、おー、なんかすごいすごい。外だなこれ、急に外だね。急に外、なにここ。え、暗い暗い、え、暗い暗いね、真っ暗。え、真っ暗真っ暗。うわわわわ、見てこれ、トラップがいっぱいあるな。ほんとだ、これは危なそう。あ、お、治った。なんか急にホラーゲームみたいになったんだけどこれ。ねえ、暗いんだけど。雰囲気怖いね。怖いね。こっちでいいのかな。待ってる。あ、あ、もう脱出じゃないこれ。うわ、これ上行くのかな。上っぽいね。え、また戻んの。え、中に入るの。おー、あ、なんかいる。大丈夫、辛いことあった。いやー、絡みたくないな。完全に待ってるよね、俺たちのことこれ。待ってるね。ちょっと行くか。目開いて待ってる。あ、バズーカ取って。なになになに、え、怖い怖い怖い、早っ。うわ、なになに、動き方早っ。お、なになにこれ。うわ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 、なになになに、そこ。うわ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 、なに、怖い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 。うわうわうわ、なになに、いい、急になんかボスみたいな。え、一番もあるの体力。え、強くないこれ。え、めっちゃ強い、速いし、これ床から針出てるし。怖っ、怖い怖い怖い。怖いよ。何これ、初めて見るねこの。ねえ、ちょっと怖い怖い怖い、本当に怖い。ほらほら、速い速い速い。あー強い強い。この何か紫色の波動みたいなのめっちゃ効くね。ねえ、痛い。あお前の攻撃いっぱいだな、読めたぜ。フライピノー、ピノー、あー、いい加減にしろピノー。あれはって、とりゃー。うおー、暴れてたね。倒したぞ。いけいけいけ。いや、ピノさんこれやばい、もう1時間ぐらいやってるよピノさん。やってないよ失礼だ。ピノさん、え、お前まさか、え、お前もしかしてあの光ってるめっちゃ課金しろよみたいなものをちょ買ったの、もしかして嘘でしょ。60ロバックス買ってる。何が変わるんだろうね。え、でもさ、このボス今までの OB ボスの中で一番強くない？そうだね、最強だね。過去最強のボスと戦ってます。うわ、めちゃくちゃ強い。え、5発ぐらいで死ぬんじゃないこれ。お、過去最弱じゃんそれ。もう過去最弱ボスになってるよそれ。皆さん、やったー。あ、ダメだ。あー、怖い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 。おお、ごめんなさい。なんかついに倒しましたね皆さんも。なんかごめんなさい。いやいや、ロバックスの前で無力ということで。はい、ということで、あの呪われたおもちゃからですね、なんとか脱出することできましたね皆さん。はいはい、まあ過去最強ボスだったということで、くれぐれも挑戦する方はね、簡単モードでやってみてください。ハードモード
ど、ちょっと難しかったね。難しかったね。それじゃあバイバーイ。